はい、じゃあよろしくお願いします。今回は中学1年生の英語 What の使い方丸2一般動詞とコラボ編をお送りします。で、今回はですね、ポイントなしで問題が10問ありますので、できそうな方はね、ぜひ一回動画止めていただいてチャレンジしてみてください。で、やってもらった後にちょっとわかんないなっていうのがあれば、今からね、自分が説明しながら穴埋めやっていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな。では早速ね、まず1番からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、今回ね、ちょっといろいろ説明を挟むので若干長くなっちゃうかもしれないんですけど、まず What の使い方丸2です。ってことは当然1がね、前回あったわけなんですが、前回 What が出てきた時は B 動詞だけが習ってる状況でした。で、そこで What をやったんですけど、もしこのね、今動画を見てくださってる皆様の中で、What ってそもそもなんだっけって思う方は、ぜひそっちをね、一回見て、あ、What ってこうやって使うんだっていうのを確認してから見ていただいた方が、かなりこうレベルアップがしやすいと思います。あの動画の概要欄、下にね、貼っておきますので、リンクね、貼っておくんで、よかったらそっち見てみてください。ではまずね、右下空いてるのは説明で使います。あの、いろいろ書き込んでいきますけど、まずはじゃあ1から6までやっていきましょう。で、最初が、あなたは何が好きですかって。で、何が好きなのみたいな感じ。って聞く感じね。で、その時に、何っていうのが入ってるんで、まあ、これがあるから、what を使います。で、その前回の what の使い方、丸一の時にも言いましたけど、what っていうのは文の最初で使うのが。だから、もう何がある時点で、あ、ここ what だなって、まず思ってください。で、後ろ、先に答え書き込んじゃいます。今回の答えは、What do you like です。What do you like? で、あなたは何が好きですかという意味になります。で、これの覚え方なんですが、おそらくみんなが使ってる教科書とかワークによっては、この部分。もう What do you で覚えなさいよみたいな、もう一塊でね、書いてあって覚えなさいよみたいになってるのもあると思います。この What do you で、あなたは何がほにゃららですかっていう意味になります。その you の後ろに一般動詞、like 一般動詞、好きですよね。が入ることによって、ここに好きが足されて、あなたは何が好きですかっていう風に作れます。いいかな。で、ちょっとこれ説明、あのね、あっちこっち行って申し訳ないんだけど、先に3番やらせてください。だから、あなたは何を勉強しますかになってるから、ここも、あなたは、何をほにゃららしますか。ちょっとね、書き方は違くなりますけど、がおに変わったりはするんですが、結局これも、what do you が来ます。で、残ってるのは勉強なんだよね。まあ、勉強するか。が残ってる。勉強するは一般動詞で、study ですよね。だから、what do you study? って言えば、あなたは何勉強しますかっていう風に、質問すること。これも完成なんです。だから、あのね、覚え方、いろんな覚え方があるんですけど、一番簡単というかシンプルなのはこれです。What do you 一塊で覚えるのがいいんですけど、実は個人的にはあんまりおすすめしないですね。なんでかっていうと、この塊だけで覚えちゃうとね、応用が効かないんですよ。今回全部見てもらったらわかるんですけど、全部あなたはって聞いてます。あなたは、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 あなたは。you で聞くんですよね。で、これは当然この勉強が進んでいけば、彼になったり、彼女になったり、あなたのお母さんになったり、先生になったり、変わってきます。質問する相手がね。そうした時にもちろんいろいろ変化が起こる。この文を作る上でもね。だから、個人的には、まあ、2個ね、押さえてほしいことがあるんですけど、まず、what っていうのは、まあ、文の始めで使うっていう、これ言いましたよね。で、what っていうのは疑問詞って言います。いっぱい疑問詞あるんですけど、疑問詞の一つです。で、what の後ろには、ちっちゃくてごめんね。見にくかったらパソコンの方はね、あの、全画面表示とかで見てください。基本的にはね、what の後ろには疑問文がくっつくんです。まあ、正しく言うと、疑問文の順番で書いたものがくっつくと覚えてください。どういうことかっていうと、今、what を取ります、ここ。1番ね。そうすると、do you like となります。do you like? これちょっと書き出しましょうか。ちょっと大文字に変えますね。ちょっと前に一般動詞勉強したとき、一般動詞の疑問文か。勉強したときに、まあ、こういう文を作りました。do you like? 例えば、
ここに a cat をくっつければ do you like a cat? ってなれば、あなたは猫が好きですかって疑問文になります。で、今もちろん a cat はつけられないんで、これは取ってありますけど、順番としては do you like って疑問文のつく順番ですよね。 do you like で、それがくっついてると思ってほしい。 what do you like っていうのも一個覚えてほしいのと、もう一個は what の後ろ、今まあ do と you が来てますよね。で、順番としてはこの do、 まあ do you like と同じ do です。こいつは入ってるかな、あるよね。これ do ってね、あの有名な使い方が2個あるんですよ。後で出てくるんですけど、1個、1つ、今までみんなが使ってるこの do you とか no I don't、 do not とかの do は助動詞って言います。こいつ助動詞、意味は持ってないんです。ただ動詞を助けたいんです。ここに動詞 do を、助動詞を使うことによって、このね like を助けて do を入れることによって疑問文が作れますよみたいな。動詞を助けるって書いて助動詞なんですけど、 what、 まあ、疑問詞の what と助動詞が来て、でここに you、 主語が来るんだよっていう。で、その後の熟語、熟語じゃない、ごめん、動詞が来てますよね、 like。 ちょ、書いておこうか。これが動詞です。で、この順番になっていることを覚えてほしいんです。個人的にはここまでちゃんと覚えてくれるんだったら、まあ、ここがね、みんながテスト範囲とかになってたら、こんなんいちいちさ、疑問詞で、助動詞で、主語で、動詞とかね、大変なんで、もしここだけがね、しっかりテスト範囲に入ってるんだったら、what do you、動詞って行けば OK でしょぐらいで構わないんですけど、後々のことを考えると、疑問詞、助動詞、主語、動詞って順番になってるんだよねっていうのをぜひ押さえておいてください。ごめんね、細かいことなんだけど。で、戻ります。なるなんてごめんよ。まず、今、あなたは何が好きですかって質問されました。答えましょう。私は猫が好きです。で、まあね、こう、一個しか空いてません。愛があるから、私はカット。あ、キャットがあるから、猫カット。残ってるのは好きです。好きはね、上にもあるけど、like で OK なので、I like a cat。っていうことで、これは完成になります。で、後ろも答えます。What do you study? あなたは何を勉強しますか?英語だよ。本当はね、私は英語を勉強しますが正しいんですけど、まあ会話なんでね、何勉強すんの?え、俺、英語みたいな感じの会話だと思ってください。で、まあ愛があるからね、わけないけど、私はがあって、英語を勉強すると言いたいので、まず、動詞が来ます。study ね。I study。で、何勉強すんの?英語勉強する。だから、イングリッシュが来ます。で、イングリッシュは最初忘れず大文字で書いてください。いいね。I study English。これで私は英語を勉強します。まあ会話としてはここでは英語だよという風になる。いいかな。では5番です。あなたは何を弾きますか?まあ楽器の話ですね。何弾くの?っていう。で、まあさっきとね、まあここの流れで来てるからさ、あなたは何をほにゃらら、まあ、しますかと。なってるから、what, do, you と、こうなります。what, do, you。で、あとは、弾くですよね。で、楽器を弾くっていうのは一般動詞、play です。what, do, you, play? あなたは何を弾きますかという意味になる。じゃあ答えましょう。私はピアノを弾くよと。で、まず私はって言いたいから、I から始めます。で、次に動詞、弾くだね。プレイが来ると。で、ピアノって書きたいんですけど、まあね、前からずっと言ってるように、楽器を弾くときは、プレイ、ザ、楽器ね。プレイ、ザ、楽器。だから、まずザが来ます。プレイ、ザ、で、ピアノは、こう、ピアノ。で、ピリオド。I play the piano。っていうことで、私はピアノを弾くよ、というのが完成となります。いいかな。で、まず右行っちゃうとね、ちょっと内容が変わるところが出てくるので、まずここまで一回押さえてください。まあ一番シンプルな覚え方は What do you です。これで塊で覚えてもらったら構わないんですが、個人的な思いとしてはここまでちょっとね、ぜひ踏み込んで覚えてもらえると後々生きてきますんで、勉強でね、ぜひお願いします。じゃあ次です。あなたは日曜日に何をしますかっていう、まあちょっと長いんだよね、日本語がね。で、ここに do がいると。
あれと、今まで2番目だったのにね、おかしいなっていうふうにちょっと思う方もいるかもしれないんですけど、結局ね、これも、あなたは、日曜日にが入ってるんだけど、何を、まあ、ほにゃららしますかか。こうなってる。あなたは何がほにゃららですかとか、と同じような感じになってるので、まあ、死は抜くか。同じです。結局、まあ、何があるんでね、what だし、あなたって聞きたいから、こう、do you が来ます。what do you。で、じゃあ、これ、do 2個来るんですよ、実は。what do you do って言うんですけど、この do 何か。今までのポジションから考えて、what do you の後ろは一般動詞です。その一般動詞がいるべきところに do が来ています。実は、この do 一般動詞なんです。今までみんなが使ってきた、この、do you like の do とか、no I don't の do っていうのは助動詞なんですけど、do っていうのは動詞の意味も持ってて、まあいろいろね、意味あるんですけど、一番有名なのはするです。する。宿題をするとかで結構使うんですけどね。なので、まあ、what do you do であなたは何をしますかってなります。この what do you do はね、ぜひセットで覚えてほしい。一つの決まり文句として。what do you do? what do you do? あなたは何をしますかっていう。で、そこに、日曜日にっていうのが指定されます。日曜日。日曜日サンデーですよね。で、サンデーは一番後ろに入ります。忘れずに最初大文字でお願いします。サンデー。で、その前に前置詞がくっつくんですけど、サンデーの前は、オンが入ります。曜日の前はオンです。だから、What do you do on Sunday? って言えば、あなたは日曜日何をしますか？まあ、質問としては、日曜日大体何してんの？って、いつもと言っちゃダメだね。大体何やってんの？みたいなことを聞いてます。で、答える。音楽聴いてるよっていう。他にやってることあるでしょうけどね。まあ、音楽よく聴いてるよってことが言いたい。で、まあ、愛はね、私はちょっとカットしてますけど、あと音楽を聴く。ミュージックがあるんで、音楽はカットしておきます。あとは聴くです。音楽を聴くときは、使う動詞は、リッスンです。でも、リッスンは、リッスン to music。これをセットで使います。listen to music。これも決まり文句とで覚えちゃうといいです。listen to music ね。これで、音楽を聴いてるよと。私は音楽を聴いてますという意味が完成になります。いいかな。で、9番、10番です。ここちょっと話がガラッと変わるんですけど、まず、あなたはどんな食べ物が好きですかっていう質問いきます。で、これちょっと答え書いていきますね。まず、どんななんですけど、これ what 使います。これね、問題集にね、どんな食べ物って書いてたんで、ちょっと what 使ったんですけど、でも自分だったらね、わかりやすい質問をするんだったら、あなたは何の食べ物が好きですかって、ちゃんと何っていう漢字を使って、何の食べ物って書いてあげると親切なんですけど、何って入ってるから what ってわかりやすいでしょ。でもこれはどんなって書いてあって、これでも what です。いいかな。で、今まで、what do you と来たんですけど、ここで大事なのは、どんな食べ物って、まあ、何の食べ物っていう、何と食べ物がセットなんですよ。何の食べ物っていう。だから、食べ物ってフードね。英語でフード。それをくっつけます。what, food ってくるんです。いい？何の食べ物っていう。で、ここをセットにしたら、今までの what と同じ位置に使ったと思って、あとは同じです。後ろは。だから do が来ます。what food。これは what の代わりで、一塊で使ったら、do が来て、do you となる。で、あとは一般動詞のポジション。好きが残ってるんで、like が来れば、what food do you like? となって、あなたはどんな食べ物が好きですかって、何の食べ物が好きみたいな感じになります。で、今回は幅の関係でちょっと答えね、返事の方は書いてないんですけど、例えば何か答えようと思ったら、何が好きなのって言われたから、私はホニャララが好きって言えばいいので、I like, まあ食べ物。I like 寿司とかでも構わないですけど、食べ物が来れば答えることができます。いいかな。この使い方、今までは what 単独で使ってたんですけど、what、これがどうか。よく教科書とかで書いてあるのは what プラス名詞。これをセットで使う方法です。食べ物っていう名詞をくっつけて何の食べ物とかね。
例えば動物ってアニマルって言いますよね。では What animal って言えば、あなたは何の動物が好きですかみたいないう風に質問することができます。だから What がなんかくっつけられると思っておいてください。で、ラストが、あなたは何時に起きますかって、これちょっと前回とか前回じゃない。以前ね、あと時間勉強した時のちょっと流れと似てるんですけど、何時ってありましたよね。ここ。何時。で、これはもう何時覚えちゃってねってその時言ったんでね、覚えてくれてる方もいると思うんですけど、何時は、what time です。what time。で、これも、time が時間なんですよね。時間って名詞なんで、結構これも、what とプラス名詞を使ってるんです。で、何時っていう一塊になるんですけど。で、あとは同じです。まあ、さっきの what food と同じで、what time が一塊。あと後ろにくっつくのは、do が来て、do you ですよね。で、後ろ、一般動詞の場所なんですけど、今回、起きるです。一般動詞、起きる。で、起きるは前回の単語テストでも出てきました。起きるは二つの単語を使います。get up です。get up。What time do you get up? って言うと、あなたは何時に起きますかというふうに質問することができます。で、まあ答え方ね、こっちまだ書けなかったんですけど、下に入らなそうだな。どうしようかな。ちょっとちっちゃくてもいいですか。詰め込むと、あなたはと聞かれたので、私はと答えます。で、I です。で、まず起きるが来なきゃいけないんで、I get up です。I get up。で、時間言わなきゃいけないんだよね。何時に起きますって。時間言うときは、あと、数字です。例えば、7時に起きるって言いたかったら、I get up at 7. で、まあ、7時ぴったりだったら7 o'clock。みたいな感じ。6時半だったら6:30。とかって言えば、こうやって答えることができますので、もしね、テスト範囲とかで、この質問と答え方も出そうだなっていうときは、こういう感じで答えてみてください。いいかな。ちょっとね、長くなってしまったんですが、まあ、今回大事なことは、何度も言って申し訳ないんですけど、What do you っていうのをまず一塊で覚えるのは一個の手です。まずそこからスタートでも構わないです。特に英語が苦手な子なんかは。What do you を書いて一般動詞が来ればいいんだって、順番としてはね。ただ、その先を考えるんだったら、この疑問詞の What、助動詞の Do、主語の You が来て一般動詞使ってる、この順番で書いてるんだっていうこと。で、前回の What を見てもらうと、What is this? みたいな。ありましたよね。もうごっちゃごちゃでごめんよ。What is this? これは何ですかっていう質問の文なんですけど、この時は一般動詞が使わないんですよ。これは何ですかっていうために一般動詞が入ってこないから B 動詞の is を使ってます。is と this をね。でも、ここにある文っていうのは、like、一般動詞のね、like とか study とか play とか、do、ここは like で get up だね。一般動詞を使うためには be 動詞が使えないんです。だから do が出てくる。ここに助動詞の全部 what do you っていう一塊になってる感じで、っていう風になりますので、まあごちゃごちゃするとこではあるかもしれないんですが、ひとまず一般動詞を使って、で what を使うときにはこんな感じで作れるんだとぜひ覚えておいてください。では今回は What の使い方丸2、一般動詞とコラボ編やらせていただきました。今回の授業はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。